周期初大学野球リーグの筑波大学対日本体育大学の試合をお送りしていきます。1回の裏ツーアウトランナー3塁、さあピッチャー有利なカウントでどのような球を投げるのか。ここは振り逃げだ振り逃げだ。この間にランナー帰ってきて西浦ファーストエースに筑波大学先制と、ワンアウトランナー1、3塁。さあここはうまく合わせてショートの裏に落ちた、同点タイムリーヒット。完璧な当たりとは言いませんがショートの裏にポトリと落ちるタイムリー。2ストライク3ボール2アウトです。ファーストランナー自動的にスタートします。三振、ここで矢沢に回ります。さあここで打ってヒーローになれるか。今日素晴らしいピッチングをしました。7回1失点。さあ打て打って左中間にレフトが取りました。11回の攻撃。さあ打ってショートに飛んだ、ショートをエラーした。ランナー回した、ランナー回した、ランナーはファーストランナーも帰ってきてさよなら。思わぬ形でさよならとなってしまいました。